すする TV。 ゼレゼレとすするで、毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、背脂補給しに来ましたということでこちらです。ドン。 JR 中野駅南口から徒歩3分くらいのところにありますカンナナラーメン背脂ジョニーさんにお邪魔してます。前に伺った板橋のブッチャーさんが中野に移転しまして、そして屋号を変えて再オープンしたお店ということで、あの背脂楽しみですね。レッツゴー。さあ、背脂ジョニーさん、ショーケースです。今回はチャーハンとセットになったジョニーハンセットをチョイス。背脂の量は多少バランスを考えて多め。美味しい食べ方が書かれたポップを読みながら待ってるか。こちらが背脂ジョニーさんのジョニーハンセットです。ひゃー、多めでもしっかりどっちゃり背脂がドーン。早く背脂補給したいぞってことでいただきます。さあ、まずはスープから。醤油のほんのりとした甘みに追い打ちをかけるような背脂の甘うまさ。背脂の渚を走り、恋の季節がやってきました。ではそんな背脂スープから麺を引っ張り出して、せーので、そそろーでおー。つるしこ食感で食べ応えのある中太麺に、ところどころ背脂が絡んでナイスにうまい。君を守ってやるよと神に誓った夜ですが、ガンガンすすっちゃって手が離せません。さてお次にチャーシュータイム。かなりデカめですがほろっと柔らかく、真紅の稲妻も納得の味見。増せばよかったと少し後悔するレベルです。そんな感じでお店の注意書きに海苔は麺と一緒にとあったので、その通り従順に挟んですすって、背脂と野菜って合うのねと思いながら、もやしなんかも絡めていると、いよいよチャーハンの登場です。一口食らってみましょう。バビーン。味が濃いめのまさに男好みなうまうまチャーハン。ガツガツと口に頬張ってからスープを飲んでみると、チャーハン自体にペッパーが効いているので、これがもう最高に合う。そんな味の濃さを舌に残しながら麺をすすると、ミノナライダーも後悔するくらい至福の時間が訪れます。てなわけで後半はそんなチャーハンと背脂スープのランデブー、そして食べ応えバッチリな麺も大いに味わって、クライマックスはついに背脂スープをチャーハンにかけるという大技を披露しちゃったら、ラストに背脂をぎっちりまとった味玉を食らって本日も完食です。大変美味しくすれました。今日は背脂の海にがっつり溺れたいという方はこのセットおすすめです。それではコスメ。はい、ごちそうさまでした。いやー、背脂ジョニーさんに行ってきたんですけれども、ほんのり甘めの醤油と背脂のスープで、背脂多めにしたんで結構たっぷりだったんですけど、しつこくなくてすごく食べやすかったですね。麺と背脂の絡みもやっぱりいいですよね。そして注文が入るたびにしっかり炒められていたチャーハンですね。ペッパーがしっかり効いていてすごく刺激もありましたけど美味しかったですね。チャーハンを食べた後にスープを飲むと、ペッパーがスープにいい感じに作用してすごく美味しかったです。中野で朝方までやってるお店って意外と貴重なので、昼でも深夜でも背脂を補給したい方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、カンナナラーメン背脂ジョニーさん、背脂亭ジョニーや。はい、それではスルの公式キャッチフレーズ、さっさい。それではそれではスルの公式キャッチフレーズ、カンナナラーメン背脂ジョニーさん、お